はいどうも、ショートイズのショートです。今回のフィギュアニュースでご紹介する商品はこちら、渋谷スクランブルフィギュアさんの呪術廻戦全員巻き7分の1スケールフィギュアになります。はい、でこちらの巻さん、ワンフェスの展示とかで何度か動画で取り上げさせていただいてるんですけど、本日から予約開始となりました。はい、で渋谷さんからはですね、呪術廻戦のフィギュアすでに5条と乙骨が発売されてまして、であと予約が終わってて発送がまだなのが、スクナとナナミンと犬巻くんの3体ですね。なのでマキさん、渋谷さんの呪術廻戦フィギュアとしては6キャラ目のフィギュア化となります。で一応これからパンダ、ゲトウ、イタドリ、伏黒の4体がフィギュア化決定してます。でパンダとゲトはすでにグレーの原型が公開されていて、そちらも動画投稿させていただいているのでぜひご覧ください。はい、で今回のマキさん概要を見ていきたいんですけど、まず価格が3万800円となっております。まあ、普段フィギュア買わない方結構高いなって思うかもしれないんですけど、7分の1スケールでかなりサイズ感大きいですし、まあ、ジオラマとかエフェクトがついてたり、かなり緻密な造形彩色になっているので、まあ、最近フィギュアの価格も高騰しているので、まあ、妥当な金額になっているのかなと思います。はい、で予約受付の期間なんですけど、本日3月29日の12時から5月31日までとなっております。でこちら受注生産の商品になっておりますので、購入される方は必ず期間内に予約するようにしてください。はい、でこちらお届けの予定なんですけど、2024年4月下旬から順次発送となっております。はい、で渋谷さんは少なめな方かなと思うんですけど、フィギュアはね結構発送の延期とかがあったりするのでご注意ください。でサイズなんですけど、ちょっとホームページに表記が見つからないので、まあサイズ判明次第コメント欄とか概要欄に記載しておきます。はい、で自分はこのマキさんも含めて渋谷さんの呪術廻戦フィギュアは全てレビュー動画投稿させていただきます。今後も呪術廻戦フィギュアの最新情報を取り扱っていきますので、呪術廻戦好きな方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。で個人的にはね、あっちの髪が短いマキさんもぜひフィギュア化してほしいなと思ってるので、このマキさんがいっぱい売れると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。